お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエリーババッコカツねやっていきたいと思います。前ねなんか似たような形のこのウォールブレイカープラスエリーババのね、ゴブリンバレルもあるコカツ紹介したんですけど、それはね多分プリンセスの槍ゴブリンでね、あとはロケットが入ってなかったんですよ。だからマジ空来たらどうすんのみたいな、まあ、すっかすからね体育内デッキだったんですけど、ロケット入りのね、ちょっとリニューアルされた形が今使われ始めてますので、そちらはね今日は、紹介していきたいなと思います。バレバレならぬウォルバレ枯渇的な、なんかこう最近ねウォールブレイカープラスこのゴブリンバレル編成の枯渇がよくね、使われてるんですけど、呼び名がわかんねえですよね。バレバレぐらいなんか呼びやすいのがね、あればいいですけど、ウォルバレぐらいが一番いいのかな。まあみたいな、はい、まあそんな感じでね、やっていきます。うえい！で、ペッカはね、基本的に神相性だと思ってます。まあなぜなら、エリババとスケがあるんでね。よいしょ。スケルトンがね、こう、ペッカ受けだったり、まあ有能受けだったり、結構優秀なんですよ。しかも、相手はね、僕のプリンセスや、フキアゴブリン、あとはまあゴブリンバレルの対応がね、まあ難しいといったところで、ペッカはマジで、基本的に対戦相手途中で諦めます。っていうくらい相性いいと思ってるんですけど、まあマジアッチャだった場合とかは、まだ話が変わってきますね。逆にこのデッキはマジックアーチがちょっときついので。さあ、エレキか。エレキ、スケぐらいでいいかな。でエリーババをね、いつ使うか結構大事ですよね。まあなんか防衛で使いたいけど、やっぱ攻めでもこいつね、すごい活躍してくれるので、まあケツペッカとか来たらその瞬間逆サイ始まエリーババとかもありだし、まあでも攻めてきたらそれを守ったエリーババのカウンターゴブリンバレルも最強クラスだと思います。さあ、もう後ろからね、こうユニット出して、相手はこのね、ユニットの対応がちょっとめんどくさいと思うので、ちょっと。ああ、やばい。これ、はしまやペッカされたら終わる。ああ、救い。頑張れ。ナイス。いや、しかも、吹き矢が、めっちゃ頑張るな、こいつ。さあ、エリババで、アド取れる。しかも、左側ね、僕、ダメージ受けないんですよ、タワー。だから、これ、無視でいいですね。2発、ブブーン。いや、おいしい。これも入らなさそうだな。いや、俺の目が悪かったな。余裕で入りやがった。マジか。痛え。今の痛いっすね。で、そろそろ、ハシマエリーババでね、突撃したくなっちゃうんですよね、マジ。やべ。ハシマエリーババですげえ突りたいんですけど、来ねえかな。エリーバババレル、これね、バカ強いんですよね。最低のマジックワーチャーがちょっとだけ嫌ですね。あ、待って。延命がジジイ。ちょっと待って。やばい。延命がマジでできない。しかもこれ、有能気がね。俺目がつる。ちょっとね、枯渇、今日使い始めたかっていうぐらいなんかぐだってるんですけど、許してください。いや、この、あそこのマジアチャー結構嫌なんですよね。さ、ほどほどに許容して、もう行っちゃおうか。行っちゃえ。で、これ、ペッカ来るんですよ。だから、ウォールブレイカー入るじゃないですか。で、え？ってお前、ウッドやん。今回の相手。なんで？ちょっと待って。ウッドやんけ。え？ちょっと待って。だからか。押されてるっていうか、なんか。あれ？ちょっと待って。ウッド？待って。いや、びっくり。めっちゃびっくりしてる、俺今。なんでウッド？これ、でも入るぞ。ジコレ。そういうことか。なるほどね。ああ、はい。いや、ペックゴージュのウッディ行くんですね。いや、俺レアっすよ。マジでレア。まあでも、ウォールブレイカーが、あえてきついから、まあ、エリババウォールブレイカーもやり毒みたいなところ。エリババウォールブレイカーで、これに、お、あえてポイズン使った。あ、これ終わったっすね。ウッドをね、使わないと止まんないけど、ウッドを使ったで、このゴブリンバレルどうすんのバーッと。オッケー。さあ、グッドゲーム。これペッカいたっけ？相手いなかったか？あ、俺の勘違いか。俺が勝手にペッカだと思ってただけで、ペッカでしたね。ペッカでした。けど、ザップじゃねえんだ。いや、初めて見たっすよ。ペッカ工場でウッド型はね、マジで初めて見ましたね。
びっくりや。そういうこともあるんですね。さあ、というわけで、ちょっと苦戦しちゃいましたけど、まあ、ウッドだと逆にこう、タゲ取ってるウォールブレイカーですね。なんか、エリババの後ろのウォールブレイカーとかが、まあ、相手はね、こうなかなか止めにくいので、まあ、単体ウォールブレイカーを飛ばすんですが、エリババの後ろのね、ウォールブレイカーですね。エリババプラス、まあ、ゴブリンバレルがいい場面もあります。うん、相手がまあザップデッキとかだった場合はね。まあ、ですが、さっきみたいな相手がウッドデッキだった場合は、エリババプラスゴブリンバレルしてもウッド転がされるだけなので、まあ、エリババプラスウォールブレイカーみたいな、こう使い分けてね、やると結構いい感じなのかななんて思ってます。さあ、スケディーラー。だくね、まあ、ゴレでしょうね。うん、いや、いいトルネだ。まあ、ゴレクロなのかな。なんか、まあ、ゴレスケドラ、まあ、ゴレクロかな。タルババ、うん、ゴレクロかな。多分ですけど。さあ、なので、今、エリババとつっても、スケルトン部隊いた場合、ボコボコにされちゃうので、一旦ステイしつつ、さあ、怖いですね。でも結構僕のこのプリンちゃんが相手からしたらすごいきつそうな気がしますね。で、これ僕のプリン、あ、プリン。いいね。プリン耐える一発。いやー、これケツゴレ来るっすよね。ケツじゃねえ。これ来ると思うんだよな。いや、来ねえか。エリババここで俺が出したら来ねえな。見てきますね、僕の相手。あれ？これゴレじゃねえのか？いや、ゴレっすよね。絶対。絶対ゴレだと思うんだよな。さあ、トルネタルババちょっと厄介ですね。あとは、右サイドだけだと、ちょっと怖いよね、と思う部分があるが、これちょっと一回行っちゃって、相手陣地でユニット溶かしつつ、ウォールブレイカーもね。うわ、めっちゃいいトルネ。バカいい。いやでもエリーババが強い。マジマッチョすぎ。さあ、そしてマスケとかでね、時間稼ぎもしつつ、オッケーオッケーオッケー。あれでトルネタルしか多分ない説がありますね。まあ、だからこの僕のフキアとかそういったユニットがね、結構生きる。で、これさ、ダクプリ、これまた同じなんですね。で、トルネタルかな。トルネタル防衛しなきゃ。トルネタルが誰がドゥン。え、待って。ドゥンとか言ってる場合じゃない。ちょっと待って。あ、ローケー圏内だ。ローケーあった、俺。オッケー。忘れてたな。まあ、最悪。うん、まあ、そうですね。エリババライトアップでも軽くないので、逆サイエリババ飛ばすと、まあ、1本は折れるけど、止まんなくなるので、まあ、同サイで低めからか、今みたいに。もう突っ込んで、もう相手陣地で溶かすのがいいのかな。まあ、最後、形組まれたら、ロケットボーイができるので、まあ、その、なんかまあ緊急回避的なね、ロケを持っとくのは結構いいですね。基本的にやっぱ枯渇デッキはロケがやっぱ入ってるイメージがありますね。よいしょ。まあ、入っていないロケの、ロケが入っていない枯渇はもうね、序盤の間に削りまくって、最後一本ね、ご両親で取られても2-1で勝つっていうのがまあ基本的なのかなと思います。さあ、ないと、これあれじゃないですか、枯渇ちゃんじゃないですか。普通の。もうオーソドックスな。そうそうそう。で、プリンのやつっすね。で、まあ、ロケはあるので、お互いロケあって、まあ、枯渇攻めるのがね、相手は、あれですよね。ゴブリンギャング。ゴブリンギャングは攻めなのか？よいしょ。まあ、僕はウォールブレイカーとゴブリンバレルがあって、相手はゴブリンバレルしかないので、まあ、そういったところで、ウッド枯渇させながらね、エリババで事故ってくんねえかな。ギャングサイトから、これテスラかな？テスラかインフェかわかんないけど。お、で、テスラだったら多分今置いてたと思うんで、そう考えたら、今は、今回の相手はあれですね。インフェですね。今さっき説置かない理由なかったと思うんですよね。テスラだった場合。置かなかったのは、絶対テスラじゃなくてインフェだからだと思いますね。あー、その、ないとちょっと嫌だな。あ、やべ、これめっちゃ受けるな。めっちゃ受けるけど、僕が攻めた罰みたいなとこありますね。やだー。さあ、大ダメージ受けちゃった。あれさ、エリババで対応して、いや、
あ、待って。サイク、違う。しかも前同士と違う。いや、マジか。やばい。やっちゃった。一回ね。深呼吸して。まあ、こっから肩 B だけですもんね。さあ、ワンチャン打っと。へい。ワンチャンロケ。もうロケあるからな。ロケいつ使うか悩むな。うん。いや、ちょっと入る。なんか知らんけど、ちょっと入る。エリババのおかげで。いやー、これちょっと。もう鬼許容するしかないんすよね。もう、痛すぎる。いや、これ、多分相性そんな悪くないと思うんですよ。多分僕の、多分プレイが悪いんだよな。と思うんだよな。多分。相性的には絶対悪くはないと思うんだよ、そんなに。わかんないけど。いや、これ勝ちたかった。マジか。なんか、下手でしたね。本当に。そう、シンプルに言うと、僕が非常に下手でしたね。なんか、急に、どうしたっていうような感じのね、ごくまれにあるんですよ。そう、ごくまれというか、よくあるんですけどね。こうめちゃくちゃうまくないっていうプレイをする日があるのと、あれなんか下手じゃないっていうプレイ、それがたまにあるんですよ。申し訳ないな、ちょっと今の。積極的に攻めていきたいですね、やっぱ。序盤のうちに、このゴブリンバレルとオールブレイカーで、こうやっぱ高回転で攻めれると、基本的にね、やっぱウッドはあって1枚なので、ついてこれないんでね。対戦相手は僕の速さに。だから序盤も攻めまくって、よいしょ。大ダメージ与えておきたい。さあ、今回相手は、バルニャーですね。まあ、バルニャーはね、まあ、ちょっと嫌ですよね。正直なとこ、ちょっと嫌ですね。ん？いや、もう待って、コウモリだからな。ちょっと違うのかな。ランバルか。さあ、ランバルだったら、これ地味嫌じゃないですか。あ、ウッドサイト。あの、コウモリが暴れてんな。さあ、雪玉。今、エリババもね、抑えたいっていう相手のね、ちょっとわがまま雪玉によって、大ダメージ。でけー。で、ランバルは、ディガーが入ってないんですよね。そう、ディガーが入ってないから、バルーンにロケ打っとけば、大丈夫なんで、縛らなければね。よし。さあ、耐えるだけ。これロケなかったらもう絶望ですからね。なんか前のヤリゴブリンの方だったらね。よし。で、ちょっとこう、後ろに合わせつつ、オッケー、しっかりね、ランバーも。てか、この前気づいたんですけど、バルーンの爆破で、プリンセス死ななくなったんですよね。だからびっくりして、そう、え？と思って、あいつ残るんやって。オッケー、これ、陸節約して、相手にダメージもね、からの、ウッディですね。で、まあ、これはコウモリかなぐらいですけど、まあ、コウモリぐらいなら使ってもらって。ユキか一発。うん。あれ、これで、ケツで受けたな、ケツで。これでも、いや、固めたのは俺、バカかマジで。さあ、でもロケで、さすがにフリーズとかないと思うんだけどな。さすがに。いや、さすがにないよな。あったらもう、ね、無理。で、まあ正直、ウッド雪、高回転になると、僕の攻めはもう、こっから結構入らなくなるんで、まあ、こう、まあ、攻めるのは攻めるんですけど、勝ちに行く攻めというよりかは、まあ、カード回しでね、ただ攻めてるみたいな、そんぐらいの感覚でいいと思います。おお、ちょっとあれか。もしかして俺、回転が追いつけなくなってくるやつか、だんだん。エリババ出すと。今からエリババ禁止します。多分、エリババ出すと、相手の回転がちょっと早いので、追いつけなくなるサイクルがありますね。いや、この辺目はいい。で、できるだけ、1コス2コス系で回したいですね。うん。で、低コストで回して、ロケ防衛かな。オッケーオッケー。もうエリファバ出したらダメですね。あいつが足を引っ張ってますね。実は。いや、エリファバ出して、出してダメ。よし。で、もう一回後ろから組んで、ロケさえ残しとけばね、負けないんでね。
負けないようにいきましょう。勝ちたいですけど、いや勝ちます全然自分で言ったこと守んねえじゃん俺。やべやべやべ、これがマジの負け筋。延命してあげて、で戦いたいけど戦うの怖いんで一回捨てて、シュシュシュウッド削り、ほい。うん、なんと見えないっすね。あ、てかバルーン飛ばさなくなってきましたね。もう時差ですね、相手のロケ、ね、ランバルロケで一緒に防衛されるの嫌だっていうので時差で来ましたね。いや、いい時差だ。いやー、いい延命すぎる。さすがにそこまでは求めてなかったな。うん、まあ、なんならランバーぐらいこれ僕受けていいんですよね。あれ、芝ウッディいいっすね。これロケ2発とか回したらさ、ワンチャンさ、無理かな、やりすぎ、ロケ2発回すのは。終わったラッキー、オッケー。さあ、というわけでロケがあるだけでね、こうバルーンとかにもすごい戦えるので、まあ対空ね頑張りたいよって方はこの枯渇で、前に一回紹介したのもねあるので、ちょっとねロケットあんま使わないなって方とかはぜひそちらの方も試してみてくださいというわけで、おりますよければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。またね。